はい、どうも皆さん、こんばんは。N ボーイでございます。いや、なんか最近ちょっと天気悪い日多いっすよね。なんか天気悪いと、気分までね、下がってしまうんで、ちょっとね、気をつけたいと思うんですけど、今回のお話はですね、新日本プロレスの小島聡選手に関するね、お話をちょっとまあしていきたいと思います。で、まあ小島選手って言えばね、まあ直近で言うと G1 クライマックスの予選会にね、エントリーをされている、まあ唯一の第3世代かな。多分そうですよね。永田選手もいらっしゃらないし、天山選手もいらっしゃらないし、まあ中西さんもいらっしゃらないし、あとまあ同年代で言った鈴木みのる選手もね、今回エントリーされてないということで、まあ本当唯一の、まあベテランの星、第3世代から唯一エントリーされているのが、小島選手であるというのが、まああるわけではあるんですけど、今回ですね、その小島選手というのが、インタビューでね、今回まあ予選会に、エントリーされたことについての感想と、あとまあご自身がね、今思ってることなんかを話されていましたので、ちょっとそちらをまずね、ご紹介していこうと思います。はい。で、小島選手っていうのはね、予選の最初に TJP 選手と対戦するわけではあるんですけど、まあその TJP 選手に関しては、お前にね、勢いがあることも、若さがね、あることも、テクニックがね、あることも全部知ってると。それをね、知った上で、俺がね、お前 TJP お前を叩きのめしてやると。今現在の年齢それも、関係ないんだよと。関係があるのは、リング上の動きだけだ。6年間ね、ずっと G1 クライマックスに縁のなかった男が今年7年目にして、またね、復活すると。こんなね、夢のある話はねえんだよと。そうですね。さらにね、まあ第3世代ではね、永田選手とか、天山選手はまあ G1 をね、卒業した形になってるんですけど、小島選手だけはまだね、今回エントリーされているということについても、自分の中でね、諦めがつかなかったのは正直あると。まあ天山とか、鈴木ね、みのるとかは、G1 にね、エントリーされなかった時に、なんでだよって言ってたじゃないですかと。俺はね、その時怪我をしていたから、その時は、まあしょうがないってどうしても自分の中で、思ってしまっていたと。そしてね、次もね、次の年もエントリーされなかったことで、文句を言えるタイミングをね、逃してしまって、そのまま気づいたら6年もね、経ってしまっていたと。ただ、まあ、小島選手に関しては決して、その、現在53歳なんですけど、まあ、今回その G1 の予選会でもらった、この予選会にね、エントリーされたっていうのは、ラッキーとか偶然とかではなくて、小島選手は例えば今年の2月には、まあ、アメリカの MLW で、MLW の世界ヘビー級王座っていうベルトもね、取っていますし、まあ、現在もね、ベルトを保持しているというふうな感じで、ちゃんとまあ、結果をやっぱりね、出してきてるわけではあるんですよ。まあ、そのことについてもね、小島選手っていうのは、6年間ね、一切ね、チャンスがなかった人間が、予選会にね、出られることになったのも、ベルトをね、持っていることが大きな意味合いを、持っていると思うと。まあ、自分がね、今までやってきたことを見てもらってんだからこそね、今回出れると思うと。だからプロレスには本当に、夢しかないと思ってると。プロレス界だけじゃないと、世界中の50代の人間に、発信していきたいですねってことを今回個人小島選手というのは、インタビューでね、語っているわけではあるんですよ。まあでも本当にそうですね。そうっていうか、そのやっぱ第3世代組から本当に今回唯一参戦されてるのが、まあ小島選手だけっていうのは結構ね、まあ正直言うと、棚橋選手とか石井選手とかがもう予選会組にエントリーされてる時点で、普通は多分もう第3世代組ってそもそも予選会にもエントリーされるのが、まあ結構厳しいポジションになってるかなっていうふうに思うんですよ。やっぱり今の新日本プロレスっていうのは、まあやっぱ、僕も正しいとは思うんですけど、やっぱ若手をね、非常に優遇する傾向にあるので、どうしても第三世代組っていうのが蚊帳の外にね、なる傾向が強いんですけど、まあその中でも今回小島選手というのが唯一、まあエントリーされてるっていうのは、これやっぱ非常に、これはもう本当に快挙と言っても、いいのかなっていうふうに思うんですよね。で、まあその理由っていうのも、まあ小島選手自身もおっしゃってましたけど、これは本当単純にやっぱり、結果を残
残してるっていうのが非常にでかいと思います。新日本プロレス内ではそんなに正直、小島選手結果を残せていないというか、そもそもチャンスさえもほぼほぼ、もらってはいないんですけど、他団体とか見るとやっぱノアの方ではね、なんか史上最大の X って言われたりとかね、あと全日本プロレスにも参戦したりとか、あとまあそのアメリカの方でもね、非常に小島選手って需要が高いというか、まあ今 MLW のね、世界ヘビー級ベルト持ってますし、まあ AEW にも参戦したりとか、あとまあそのバレットクラブをもじったね、ブレットクラブっていうね、その食パンみたいな、まあキャラクターも非常に向こうに受けてるっていう感じで、まあ小島選手っていうのが新日本プロレスだけ見てると、ちょっともうなんですかね、こう、旬が過ぎた、言ってしまえば、まあちょっと賞味期限が切れた、レスラーってイメージがあると思うんですけど、他団体に目を向けてみると、すごい小島選手ってめちゃめちゃ活躍してるんですよね。正直、ここら辺の、新日本プロレスのレスラーよりも全然、活躍する機会が多いんで、やっぱこのあたりがちゃんと評価された結果、今回小島選手っていうのは、第3世代からまあ唯一の、エントリーになったかなっていうふうに思うんですよね。まあ永田選手なんかも結構ね、他団体活躍されてはいるんですけど、まあでもやっぱ総合的に見ると小島選手の方が活躍度合いで言えばね、小島選手の方がやっぱり上だと思うんで、はい。まあ今回小島選手がエントリーされたのは非常に、まあ妥当だと思いますし、喜ばしいことかなっていうふうに、思いますね。はい。うん。で、やっぱり結構ね、新日本プロレスがよく言われてるのが、なんで小島選手はこんなに団体で活躍できるのに、新日本プロレス国内に入るとこんなに活躍できないんですかっていう声をちょこちょこ見るんですけど、まあ、これ確かに、まあ、その通りですよね。向こうではもう団体のチャンピオンだし、めちゃめちゃバリバリシングルでも結果残してるのに、なんか新日本に来ると普通にタッグ戦線になったりとか、まあ、普通になんですけど、まあ、言ってしまうそのトップ級レスラーではないレスラーで負けたりとか、まあ、扱いが非常に悪くなると。これは一体どういうことなんですかっていうのを、まあ、ちょこちょこ見るんですけど、これも僕も正直ね、最近僕も結構そっち側の意見というか、小島選手がここまで他団体で活躍してるのに新日本プロレスで全く活躍できないっていうのは、これ逆に他団体にもちょっと失礼というか、例えばその MLW としてもさ、今 MLW の世界ヘビー級王座を持ってるわけじゃないですか。でその王座が新日本行った瞬間、なんかその毎回なんか第一第二試合のタッグマッチ要因とか、しかもなんか毎回勝てないってなると、これ向こうの団体にもやっぱ失礼だと思うんですよね。向こうの団体の世界ヘビー級王座持ってるのに、こっちに来るとこんなに弱いって、じゃあそのうちの団体そんなにレベル低いんですかっていう風な見方をされても、まあ致し方ないっていうのもあるんで、まあもちろん団体が違うんで比べるのは難しいとは思うんですけど、でもやっぱそういう見方をされてしまう。例えばまあ IWGP 世界ヘビー級チャンピオンのまあモクスリー選手が、例えば今じゃあ違う団体とかに上がって、じゃあコロッと負けたりしたら、それはもう IWGP の世界ヘビー級チャンピオンこんな弱いんだ、じゃあ新日本プロレス自体も大したことないなって目でやっぱ見られてしまうんで、まあその辺考えると、今モクスリー選手も非常にタダンと上がった時に待遇がいい感じするんですけど、まあやっぱ逆のことを考えるとそういう風な見方されてしまうんで、ちょっと小島選手をその第1第2試合のタッグ要因とか、まあ負け要因に留めておくのは、ちょっと最近新日本プロレスの僕は限界が近いんじゃないかなっていう風に思ってます。やっぱ小島選手はこうしてちゃんと団体で結果を出してる以上、まあもちろんね、新日本プロレスとしても今回 G1 予選エントリーさせたっていうのは、もちろんあるんですけど、まあ普段の試合でももう少し活躍させてもいいんじゃないかなっていうふうには、ちょっと個人的にはまあ思ったりしますね。じゃないとちょっとあまりにも、他団体にもね、ちょっと失礼というか、辻褄がね、合わなくなってしまうんで、で、実際やっぱ小島選手ってめちゃめちゃコンディションいいし、ああいう体もちゃんとしっかりね、筋肉保ってますし、まあ右腕の太さもね、ああいうめちゃめちゃぶっといですし、確かにまあ今風な、まあ、試合スタイルにはもうついていけない感じはあるんですけど、それでもやっぱり小島選手自身のポテンシャルとか加味すれば、全然やっぱりもっと上の立場で使ってもいいと思うんで、まあ、その辺ちょっと新日本プロレスも検討してみてはいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、正直僕やっぱね、小島選手が予選突破できるとは僕ちょっと思ってないんですけど、まあ、それでもね、やっぱ小島選手って非常に人気がありますし、まあ、やっぱ小島選手にご自身の人生重ねて見てるファンの方とかも結構やっぱいらっしゃると思うんで、まあその辺も含めて小島選手もう少しね、なんですかね、こう結果が出せるようになるといいのかなっていうふうには思ってたりはしますね。はい。まあでもこの辺正直ね、難しいと思ってます。小島選手確かにすごく活躍してほしいと思う反面、いやでもやっぱりね、やっぱ若手の選手も活躍しないと未来ないなっていうふうにも思ったりするんで、なんかうまいことね、若手とベテラン両方ね、活躍できればがあるといい
いいんですけどね。はい。まあ、そんなことでね、今回は、ま、小島選手に関してのお話をしてきましたというわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。